青城山は中国四川省都公園市にある山地、景勝地。道教の発祥の地の一つとして、古代より知られ、道教関係の重要な建築物が集中し、宗教、医療、音楽などの道教文化が伝えられてきた。中国の中でも著名な歴史名山を呼び、国家重点風景名小区であり、2000年、付近の民港にある、 古代の水利施設の都公園とともに、世界遺産に登録されている。青城山は、四川小都公園市の市街地の西にあり、市街地に隣接した都公園水利施設からは西南へ1 0トル、小都成都市からは北西へ6 8トル。成都平原の北西に喫立しきりが多い。青城山の主法の老王ぞらいただきは、海抜1 6 0 0ル。 森林は四季を通して青々とし、感情に連なる峰峰は、城郭のように見えるため、青城山の名がある。諸の名山の中でも、青城山の深さと、有限さは、建門石の険しさ、ガビ山の秀麗さ、区東京の門の雄大さと並び称されている。青城山は先山、後山に二分される。先山は、青城山風景名称区の主要部分で15。 平方キロメートルの範囲に広がり、風景の優美さと、同郷関係の文物古跡の多さで知られ多くの観光客を集める。後山は100平方キロメートルに及ぶ山岳で、交通が不便で、地形も険しいが、原生林や渓谷が多く、より有限で自然が一層よく保存されている。青城山は中国を代表する同郷の名山で、 道教発祥の地の一つである。伝説によれば、道教の創始者で後戸米道の創始者でもある長領は、晩年青城山に入り、この地に伝わる、功労学説を学んで道を開き、この地で123歳で没したとされる。青城山は、道教の一派の天使道の発祥の地として、神聖化され、歴代の長天使たちは、全国から、 青城山に訪れ祖天使に朝拝した。青城山の岩山や密林の中には多数の道具や道館がある。山の入り口には東大に創建された大きな道具の建築具が立ち、山門や三つの殿堂、庭院などがある。山林の中に作られた階段を登ると、延命具、玉成具、上、生宮などの道館があり、これらにも、 それぞれ三殿や定員がある。奥には、断崖のもとに、木造建築が張り付いた朝日堂、寝台に建てられた、祖師殿などさらに多数の建築があり、大勢の同士が修行を行っている。天日堂は、三聖殿、三光殿、皇帝ホコラなどの老閣からなる青城山の革新となる道館で、皇帝ホコラのそばには長領が修行、説法したという洞窟が残る。 これらの銅管を経て、青城第一宝と呼ばれる宝祖宝の山頂に至ると、老訓器青牛像の収められた老訓閣が立つ。各道具、銅管には壁画や浮彫りなどの美術品がある。また様々な長寿薬や短薬の研究の副産物として、火薬や漢方薬が見出され、後世に伝わり、道教音楽も伝えられた。 タイアンコチンゴ流行百状況この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。最寄り駅は、生徒市域鉄路青管線の青城山駅。駅から徒歩20分。ありがとうございます。